東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。もしこの時間と周波数の放送が聞こえなくなった場合にはチューニングを調整したり、この前あるいは後の時間に放送を探してみてください。潮風の放送内容は日本語による失踪者、拉致被害者の名前の読み上げ、ご家族からのお手紙の代読と直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者の名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュース解説番組の放送です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本で送れる可能性がある場合には、東京中央郵便局秘書箱1022号、秘書箱1022号、潮風宛にお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意ください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。この時間は拉致被害者および拉致の可能性のある失踪者のご家族が肉声で呼びかけられたメッセージをお伝えします。もちろんわずかな時間ですので、お話しできることも人数も限られています。ですからお一人お一人の呼びかけは全ての拉致被害者への全ての日本国民からの声です。昭和40年1965年に失踪された坂本敏子さんへ、お姉さんの陽子さんからのメッセージです。坂本敏子へ。風のごとく私たちの前から突然と姿を消して41年、姉の私から見ても羨ましいほど光り輝いていた妹敏子。親族一同で何探した敏子はなぜ北朝鮮に。北朝鮮の炭鉱の町で敏子を見たという脱北者の方の証言にはただただ驚いています。それも今回で2人目です。行けるものなら今すぐにでも連れに行きたいです。異国の地でどんな思いで生きているのでしょうか。悲しかろう、苦しかろう、寂しかろう、胸が痛みます。日本から北朝鮮に連れて行かれたのは敏子だけではないのです。他にも大勢の人がいるのですよ。この人たちを救おうと日本全国の方々や政府の方々が一生懸命になってくださっています。一日も早く日本の土を踏ませてあげたいです。また東十条の家に帰るまでは絶対生きててね。必ず会える日を信じて、敏子頑張れ。姉亀山陽子。ただいまお聞きいただいたのは昭和40年1965年に失踪された坂本敏子さんへ、お姉さんの陽子さんからのメッセージでした。昭和43年1968年に失踪された斉藤博さんへ、お姉さんの由美子さん、お兄さんの和美さん、お友達の稲井秀吉さんからのメッセージです。博、お姉ちゃんだよ。元気かい。お前がいなくなって37年経ちましたね。母さんも父さんも一生懸命探しました。
みんな兄弟も探しました。何の手がかりもありませんでした。母さんはいつも警察に行ってはヒロシの手がかりがないかと思って一生懸命探しました。でもその父さんも60年に亡くなりました。母さんも去年亡くなりました。兄弟はみんな元気でおります。お前は最近になって北朝鮮にいるということがだんだん分かってきました。必ず助け出します。頑張ってちょうだいね。みんな待ってますから。みんな今一緒に、ひでちゃんもみんな一緒の土地におります。ひでちゃんもたまに遊びに行きます。お前も頑張って帰ってください。変な気持ちを起こさないで、みんな帰ってくるの待っております。みんなで待っております。体を壊さないように頑張ってね。また小さい時みたく兄弟一緒に仲良くして仲良くしましょう。早く帰ってください。頑張ってね。必ず迎えに行きますから。ひろしね。ひろし元気か。お前の兄ちゃんの亀ちゃんだ。ひろしが稚内からいなくなった。なってからもう37年。いなくなった父親、親戚、兄弟、学校の先生、友達全員で探したが手がかりがなかったが、最近になって北朝鮮に拉致されたのではないかということが分かりました。絶対に日本に戻ってこれることを信じていてほしい。今は甥っ子、姪っ子もたくさんいて、父親おじさんの帰りを待っていると言っているの。ひろしの家族とがいたら親戚が増えと言っている。必ず帰ってくる来れることを信じて頑張っていてほしい。必ず迎えに行く。親戚をおじさん、お兄さんも稚内で頑張っているから、あと司おじさん、お兄ちゃんも神さんもお姉ちゃんも一緒に今札幌で暮らしている。同じ家で収集を帰ってくるのを待っているから、必ず帰ってくれることを信じて、お兄さんたちも頑張っているから、それまで頑張って、ぜひ頑張っていてほしい。必ず迎えに行く。ひろし頑張れよ。ひろし、ひでだぞ。お前が俺のところに泊まった次の日、お前がいなくなったんだよな。みんなして探したんだけど見つからなくて死んでしまったんじゃないかなと思ってた。でも今お前が北で生きているってことを確信してる。いいかひろし、絶対に諦めないで、危ないことはするなよ。こちらはお前が思っている以上に大勢の人が動いてくれている。だから必ず帰ってくれる。死ぬ前にもう一度会おうや。諦めないで頑張ろう。ひろし、お前の代わりに今俺が姉ちゃんに可愛がってもらってるから、時々出かけてごちそうになったりしてるんだぞ。みんなお前の帰ってくるのを楽しみにして待ってるよ。だから無理しないで、無茶しないで、頑張って諦めるなよ最後まで。じゃあな、元気で頑張ってよ。ただいまお聞きいただいたのは、昭和43年1968年に失踪された斉藤博さんへ、お姉さんの由美子さん、お兄さんの和美さん、お友達の稲井秀吉さんからのメッセージでした。昭和48年1973年に失踪された古川典子さんへ、お姉さんの玉地さんからのメッセージです。のりちゃん、聞いていますか？私は姉の玉地です。昭和48年7月7日にあなたが突然いなくなってから32年余りの月日が流れてしまいました。あなたを探して母さん、父さん、そして兄弟たちはいろいろと手を尽くしましたが、今まで探し出すことができなくてごめんなさい。その後、北朝鮮から逃れてきたアミョンジンさんが日本にも来て、病院に入院していたあなたと
ちにとっては遠い遠い国であなたが苦労していることを知りました。あなたを待って母さんは89歳になり、今では千代台の私の家で一緒に暮らしています。のりちゃんに会うまでは頑張ると言って、毎週日曜日には教会に行き、あなたの無事を祈っていますが、腰も曲がり足も弱くなりましたし、耳も遠くなりました。早く帰ってきてください。あなたが高校3年の時天台のアパートで抱いてくれた私の赤ん坊はもう33歳の母親となり、すでに11歳の娘と9歳の息子がいます。長い月日が経ってしまいましたね。小さい時から優しい心で頑張り屋さんののりちゃんのことですから、今でも周りの人々と仲良くし、人に役立ちながら一生懸命に生きていることとは思いますが、どうか一日も早く帰ってきて私たちを安心させてください。今どんな姿でどんな家族と暮らしているのか、母さんにその姿を見せてやってください。千葉省の同期生の皆さんも、卓球部の皆さんも、岩永先生も、市原市長をはじめ市原市民の皆さんも、そして日本中の皆さんがあなたのことを心配して、一日も早く救出できるように協力してくださっています。この短波放送もその一つですし、日本政府は北朝鮮政府に対してはもちろん、国連にも働きかけて、あなたを含む多くの日本人の人々を救い出すためにさまざまな努力をしてくださっています。もう少しの辛抱です。必ず帰れますから、どんなことがあってもどうか気持ちを強く持ってもう少し頑張ってください。私たちも毎日あなたと同じ空を見て、一日も早く帰れるよう祈って、そして救出運動に一生懸命頑張りますから。のりちゃん、ふるさとという歌を覚えていますか？一日も早く日本に帰れるようにこの歌を歌って頑張ってほしいから、この歌を届けます。どうぞ一緒に歌いましょう。そして必ず近いうちにあなたも母さんや兄弟たちとみんなで一緒に歌いましょうね。うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も巡りて忘れがたき、ふるさと
失踪された古川のり子さんへ、お姉さんの玉地さんからのメッセージでした。昭和49年1974年に失踪された山下春夫さんへ、お兄さんの博久さんからのメッセージです。春夫よ、昭和49年8月17日、オバマ漁港の岸壁で魚を積み出かけ姿を消しました。私は死んだとは思わない。会社にもなれ、仕事にもなれ、仕事が面白くなったと言って言うものが自ら死を考えるということはない。大勢の人たちに川津君を1ヶ月間探してもらったがわからない。平成14年に志村さんが帰国をしており、金書記が拉致について謝罪した。まし市の方、国の方へ再調査をお願いを申し上げております。10年、20年も過ぎるとかわいそうで言う言葉もない。大勢の人たちが元気で帰ってくるのを待っておる。そういう県にも3人がみんな元気で帰ってくるのを待っております。ハローよ、元気で帰ってきてくれ、ひろしさん。ただいまお聞きいただいたのは、昭和49年1974年に失踪された山下春夫さんへ、お兄さんの博久さんからのメッセージでした。昭和52年1977年に拉致された横田めぐみさんへ、お母さんの早紀江さんからのメッセージです。北朝鮮にいる横田めぐみちゃん、元気にしていますか？お母さんですよ。あなたがいなくなって長い間本当に探しました。どんなにみんなが悲しいんだか分かりません。けれどもあなたがそこにいるっていうことが分かって、私たちは必ずめぐみちゃんを日本に返そうと一生懸命に頑張ってきました。ただ体を壊さないでほしいのです。必ず会えるから。家族みんながあなたの帰ってくるのを待っていますし、たくさんの日本の方も一生懸命にそれを願っています。めぐみちゃん、明るいあのめぐみちゃんが、あのママのめぐみちゃんが元気で帰ってくることを毎日毎日たくさんの人と一緒に神様にお祈りしていますよ。必ずそのことが実現することをもうすぐだとお母さんは確信しています。頑張ってね、元気でいてくださいよ。お願いします。ただいまお聞きいただいたのは、昭和52年1977年に拉致された横田めぐみさんへ、お母さんの早紀江さんからのメッセージでした。昭和57年1982年に失踪された藤山康郎さんへ、お父さんの豊さん、お母さんの継ぎ目さんからのメッセージです。いや、それは元気でいるかい。お父さんだよ。お前が一日でも早く家に帰ってくるのを待っている。やすろう、お父さん73歳になった。お母さんは70歳、ひとしは40歳になったよ。お前たちが一日でも早く日本に帰れるよう、日本政府にみんなでお願いしている。もう少しの辛抱だよ。この間のぞみ君と下山君がお前のことを訪ねに来た。電話番号は前のままだけ、帰ってくるときは電話しなさい。すぐ迎えに行くけ。もう少しの辛抱、お父さんも頑張るけ、お前も体を大切に頑張りなさい。必ず日本に帰れるけ、もうちょっと待ってくださいね。安郎くん、元気でいるかい？お母さんだよ。次目だよ。わかるね。風邪ひかんごと注意しなさいね。この間はね、のぞむくんが来たよ。で、中学校の時の先生も電話
かって言うてね。やそろ、もう少しの辛抱だけん頑張んなさいね。日本政府も一日も早うあんたたちが帰れるようにされるけん、そして国民の皆さんたちにも訴えていかねばね。やそろ、寂しかときゃ布団ば頭からかぶって大きく声で、豊かお父さん、次のお母さん、ひとしって言うてごらん。親兄弟は一心同体って昔から言うけん、うちの誰かがはーいって答えるけん、耳を澄まして聞いてごらん。もう少しの辛抱だけんね。母さんも頑張るけん、やそれも頑張んなさいね。必ず帰れるからね、待ってるよ。ただいまお聞きいただいたのは、昭和57年1982年に失踪された藤山康郎さんへ、お父さんの豊さん、お母さんの継目さんからのメッセージでした。昭和42年1967年に失踪された城崎英子さんへ、お姉さんの由里子さんからのメッセージです。英子さん、姉の由里子です。みんな心配しています。お父さんもお母さんも亡くなったけど、元気でいたらこのラジオ聞いてください。お願いします。ただいまお聞きいただいたのは、昭和42年1967年に失踪された城崎英子さんへ、お姉さんの由里子さんからのメッセージでした。昭和42年1967年に失踪された神谷慶五郎さん、慶吾さん、典人さん、早見さんへ、娘さんの北越優子さんからのメッセージです。お父さん、慶吾兄さん、典人、早見くん、優子だよ、聞こえるかい？みんな待ってます。いよいよ国も動いてくれているよ。あのオウムの同級生、慶吾兄さんの同級生もみんな集まっていろんなことをお話してるよ。典人、早見くん、本当にもう少しだからね、頑張ってね、待ってるよ。ただいまお聞きいただいたのは、昭和42年1967年に失踪された神谷慶五郎さん、慶吾さん、典人さん、早見さんへ、娘さんの北越優子さんからのメッセージでした。平成7年1995年に失踪された曽ヶ畑貴文さんへ、お父さんの勝さん、お母さんの富子さんからのメッセージです。貴文、悪いとお父さんだよ。貴文がいなくなってもう20年も経ちます。いつまでも待っていられません。おばあちゃんも亡くなって3年経ちました。誰にも高見は迷惑かけてません。親に迷惑かけてもお父さんは何も心配しないから、いつまでも待ってるから、ラジオが聞いていたらぜひ皆さん、報道関係みんなで待っているから安心して待ってるよ。お母さんに通ります。お母さんです。早く帰ってきてください。ぜひ待ってます。ただいまお聞きいただいたのは、平成7年1995年に失踪された曽ヶ畑貴文さんへ、お父さんの勝さん、お母さんの富子さんからのメッセージでした。この時間は、拉致被害者および拉致の可能性のある失踪者のご家族が肉声で呼びかけられたメッセージをお伝えしました。もちろんわずかな時間ですので、お話しできることも人数も限られています。ですから、お一人お一人の呼びかけは、全ての拉致被害者への、全ての日本国民からの声です。こちらは潮風です。
メッセージです。日本政府は日本語と韓国語による短波放送ラジオ番組を毎日各3回合計3時間放送しています。日本語番組ふるさとの風の放送時間と周波数は夜10時30分から 9950kHz、 夜11時30分から 9960kHz、 夜1時から9960kHz です。これらの放送ではご家族、ご友人などから拉致被害者に向けた呼びかけや励ましのメッセージ、政府、拉致被害者ご家族、関係団体などの拉致問題に対する取り組みや動向、日本国内の出来事、日本、北朝鮮をめぐる国際情勢などのニュース解説、日本の懐かしい音楽などをお送りしています。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。もしこの時間と周波数の放送が聞こえなくなった場合にはチューニングを調整したり、この前あるいは後の時間に放送を探してみてください。潮風の放送内容は日本語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げ、ご家族からのお手紙の代読と直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者の名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュース解説番組の放送です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合には、東京中央郵便局秘書箱1022号、秘書箱1022号、潮風宛てにお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意ください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番
番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。もしこの時間と周波数の放送が聞こえなくなった場合にはチューニングを調整したり、この前あるいは後の時間に放送を探してみてください。潮風の放送内容は日本語による失踪者・拉致被害者の名前の読み上げ、ご家族からのお手紙の代読と直接のメッセージ、朝鮮語・英語・中国語による失踪者・拉致被害者の名前の読み上げと日本語・朝鮮語・英語によるニュース・解説番組の放送です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合には、東京中央郵便局支社箱1022号、支社箱1022号、潮風宛てにお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意ください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。この時間は拉致被害者および拉致の可能性のある失踪者のご家族が肉声で呼びかけられたメッセージをお伝えします。もちろんわずかな時間ですので、お話しできることも人数も限られています。ですからお一人お一人の呼びかけは全ての拉致被害者への全ての日本国民からの声です。1972年に拉致された田口八重子さんへ、お兄さんの茂雄さん、勝さんからのメッセージです。日本から北朝鮮に連れて行かれた田口八重子へ、朝鮮名は平屋と呼ばれているようですが、また一時李宇寧ともいう名前でこちらには知らされています。私はあなたの兄の飯塚茂雄です。1978年6月に八重子がいなくなって、1989年に北朝鮮にいるということが分かったとき、とても驚きました。それ以降日本に帰国させるための活動をいろいろやってきましたけども、北朝鮮は断固として返してくれません。八重子がいなくなってから27年も経ってしまい、毎日毎日北の国でどうしているか心配でたまりません。話したいことは山ほどありますが、まず八重子が一番心配しているお前の子供のことですが、長男の光一郎はもう28歳、長女の綾は29歳になってとても元気で育ちました。光一郎は私修行の養子として入れ、他の子供たちと他に隔たりもなく仲良く生活し、本人も21歳になるまで養子であることも気がつかず、また実の母である八重子の状況も話してありませんでした。光一郎はその全てを知った時に大変大きなショックと戸惑いを感じ、心の中で自分の置かれている不幸を悲しみ、また母である八重子の姿を全て話してあげましたけれども、全く記憶にない八重子を母と呼べない心境でおります。この実態を理解しつつ、逆に母である八重子のことを気にかけ、自分の意思でなく強引に北朝鮮に連れて行かれた母を何としても日本に取り戻したいという気持ちでいっぱいです。そして
して今現在でも私と共に救出活動に力を注いでいます。小一郎はまだ結婚していませんが、会社の仕事は一生懸命頑張り、今では優秀な技術者として立派に独り立ちしてます。一方長女の綾はお前の姉の恵子が養子に取り、この年まで元気に育てました。やはりまだ結婚はしてませんが、自分で全て判断できる大人になりました。女であるということで、この母親の救出問題の表には出しておりませんが、二人とも実の母である八重子のことを生活を夢見て結婚もせずに待ってるのだと思ってます。私たち兄弟、私茂雄、進む、勝る、政子、平子、千恵子は今も健在で八重子の帰りを待ってます。お前ももう50歳になってしまいましたね。ですから兄弟たちも年を取って、私は67歳にもなってしまいました。私たち兄弟の母親である花も13年前にお前の帰りを待ちわびながらあの世に行ってしまいました。八重子の人生の最も大切な27年間という長い時間を北朝鮮に奪われてしまったことは本当に悲しいことであり、大きな怒りでもあります。またこんなに長い間日本に帰国させることができなかった日本国の対応も非常に残念です。北朝鮮で一緒に暮らしていた清田圭さん家族、蓮池聖さん家族、そして曽我ひとみさん家族には3年前に帰ってきました。その人たちの話で八重子はとても明るく元気で頑張っていたと聞いてます。しかし夜になると子供たちのことを思い泣いていたとも聞いています。いろいろ辛いことも多かったが、それでも北朝鮮の言うことを聞いていつかは帰れることを祈って頑張っているってことも聞きました。同じ拉致被害者である5人が帰れて、なぜ八重子や仕事めぐみさんや松本留美子さんや市川進さんや有本恵子さんたちが日本に帰れないのか、またまだまだ多くの日本人が北に連れてかれているのが実態です。多分八重子も他の日本人を見たことがあると思います。北朝鮮はそれら私たちは皆亡くなったと言ってますけども、その報告は全て嘘であり、私たちは皆生存していると固く信じてます。もう少しです。頑張ってください。きっと日本に帰ってこられるよう日本の多くの国民もあらゆる手段を持って活動してます。そして八重子とお前の愛する二人の子供たちが日本で抱き合う姿を早く見たい。私たち兄弟も皆がそれを待ち焦がれています。このラジオ放送が八重子の耳にぜひ聞こえるように祈ります。本当に迎えに行くまで頑張ってね。私は八重子の兄の勝です。八重子が何らかの事情で昭和53年に北朝鮮に連れて行かれてから長い年月が過ぎてしまいました。八重子の兄弟たちみんな帰ってくるのを何よりも待っています。八重子たち日本人が多数北朝鮮に連れて行かれ、そのまま帰れなくなってしまった人々を日本の国民政府が今すぐ全員返せと救出運動を北朝鮮キム・ジョイル政権に対して行
くなっています。いつ帰れるだろうかと待ってると思います。体に気をつけて頑張ってください。八重子の子供も立派に大きくなり、お母さんの帰ってくる日を一日も早くと待っています。早く帰ってきて、きっとお前を取り返すからね。ただいまお聞きいただいたのは、昭和53年1972年に拉致された田口八重子さんへ、お兄さんの茂雄さん、マサルさんからのメッセージでした。こちらは潮風です。昭和53年1978年に拉致された松本留美子さんへ、お姉さんの文子さん、弟さんの照明さんからのメッセージです。留美子、元気ですか？私の声わかる？姉ちゃんよ。あなたが突然いなくなってから27年も経ってしまいましたね。あなたが北朝鮮にいるということが分かって、みんなで救出のための運動をしていますが、まだあなたを助けることができません。ごめんね。でもきっと必ず日本に帰れる日が来るから、希望捨てずに頑張れ。父ちゃんもあなたの帰りを待っていたけど、待てなかったみたい。きっと天国であなたを見守ってくれていると思います。安心してね。母ちゃんも膝の具合が悪いけど、あなたの帰りを首を長くして待っているからね。私には娘が一人います。若い頃のあなたに似ていますよ。楽しみにしてね。しんちゃんも元気です。てるちゃんはあなたたちのことを救出するために日本国中、そして国際世論に訴えています。もうすぐだから、日本国の人たちが応援してくれています。体を大事にして帰れるその日を待っててね。じゃあね。できないことをすまないと思う。ルミネがいなくなった時、何が起きたのか全然理解できなくて、自分ではどうすることもできないで虚無感に苛まれていました。北にいるという話が出てきた時、もっと早く、もっとそれを強く信じて動いていれば、そんなに長くかかることはなかったかもしれない。そう思うと悲しくなってしまう。でも今日本では多くの人たちがルミネの帰りを待っている。市民中の同級生たちが懸命に救出運動をしてくれていますよ。必ず救出するから、希望と希望を捨てないで帰って、そしてもうすぐ暖かい鹿児島で暮らすことができることを思って我慢してでしょう。我慢してください。おふくろがルミネが帰ってくるまで元気でいると言って必ず助けるから待っててくれ。最後にこの放送を聞いている北朝鮮政府関係者、北朝鮮人民に伝える。日本政府は日本人拉致被害者を傷つけたり、そして殺したりした場合、一切の経済協力はしない。これだけは私は断言している。必ず日本国民の拉致被害者を守って、そして生きて返す、このことを肝に銘じてこの放送を聞いててほしい。ただいまお聞きいただいたのは、昭和53年1978年に拉致された松本留美子さんへ、お姉さんの文子さん、弟さんの照明さんからのメッセージでした。昭和55年1980年に拉致された
松木薫さんへ。お姉さんの文雄さんからのメッセージです。薫、元気ですか？文姉ちゃんですよ。薫がいなくなって家族は一日も薫を忘れたことはありませんよ。26歳で薫がいなくなって6月の13日で26年経ちましたね。もう52歳になったかと思うと涙が出ます。いろいろ苦労したんでしょうね。薫は日本政府認定者の一人ですよ。薫は拉致被害者なのです。文姉ちゃんは薫が北朝鮮で絶対元気で日本に帰れるまで頑張れる人間だと信じています。日本では拉致された家族を救うための家族会、救う会が結成されています。文姉ちゃんも皆様と一緒に救出運動に参加させていただき、姉ちゃんも頑張っています。薫に会いたいです。薫はスナヨも毎日会いたい会いたいと言っています。薫の好きなところってたくさん食べましょうね。帰ってきたら九州学院の生徒さん、長島の親戚、みんな帰りを待っています。おじさんでスペインに行くためにバイトで登壇バイトしてて登壇された若林さんたち一同も、また日本国民の方々も薫の帰りを待っていてくれてます。一日でも早く会いたいです。文姉ちゃん、薫に会えるまで頑張ります。ただいまお聞きいただいたのは、昭和55年1980年に拉致された松木薫さんへ、お姉さんの文雄さんからのメッセージでした。こちらは潮風です。昭和57年1982年に失踪された酒井宏美さんへ、お母さんのしずさんからのメッセージです。ひろみちゃん、お母さんしずです。あなたが3歳の時お父さんと別れ、小さな時からいじめられたり、いろいろ苦労をかけ、かわいそうな思いをさせてしまい、お母さんはひろみちゃんには大変申し訳なく思っていました。そんな中、あなたは自分一人で一生懸命頑張り、漁師の免許を取り、あなたは私のところへ戻って一緒に生活すると連絡をしてくれ、大変嬉しい思いをした後、あと1年こちらに頑張るという言葉を最後に、突然行方がぷっつりと途絶えてしまい、あれから24年も経ってしまいましたね。今ではちいちゃん、しずえ、竹馬あんちゃんとみんなで集まって歌った時のひろみちゃんの声がしか聞くことができません。お母さんも75歳になり、髪の毛も白くなりました。ひろみちゃんは元気で暮らしていますか？現在、日本政府特定失踪者問題調査会の方々とともに、ひろみちゃんが帰国できますよう頑張ってくれています。あなたも体に十分気をつけて日本に帰れる日まで頑張ってください。お母さんもひろみちゃんが帰ってくるまでいつまでもいつまでも待っています。母しずより。ただいまお聞きいただいたのは、昭和57年1982年に失踪された酒井宏美さんへ、お母さんのしずさんからのメッセージでした。昭和58年1983年に拉致された
有本恵子さんへ、お母さんの佳代子さん、お父さんの明宏さんからのメッセージです。恵子、元気ですか？恵子が元気でいるよう毎朝神様にお祈りしています。北朝鮮に連れて行かれて22年余り、そして恵子は北朝鮮にいることが分かってから17年余りになります。未だに助けることができなくてごめんね。お父さんは恵子を助け出すために夜も眠らないくらい一生懸命どうすればいいかと考え行動を起こしてきました。残念ながら長い間かかってしまいました。でも現在では大勢の国民の方々が私たち拉致された家族に支援をしてくださり一生懸命協力してくださるので心強く思っております。必ず助け出します。子供もいると聞いております。子供の成長を見守りながらくれぐれも体に気をつけて気持ちをしっかり持って悲しいと思わず前向きに暮らしてください。稽古が悲しむとお母さんも悲しいから。おばちゃんたちをはじめ家族全員元気ですよ。稽古の名誉老いが気分になりました。きっと会える日が来ます。きっと助け出します。私たちも頑張ります。稽古も頑張ってくれぐれも体に気をつけて待っていてくださいね。北海道で送ってきた手紙は確かに受け取りました。そして契約の方にも即救済をお願いしました。そうして7年かかりましたが今現在のような状況になって拉致された人を5人家族共同を帰ってきました。次は、お前たちの番になると思ってる。だからもう少し待っておいてもらいたい。体を元気にしてそちらで生きておってくれ。それから日本の政府の力で救いに行くから元気でおってくれ。ただいまお聞きいただいたのは昭和58年1983年に拉致された有本恵子さんへ、お母さんの佳代子さん、お父さんの明宏さんからのメッセージでした。こちらは潮風です。平成3年1991年に失踪された森本清子さんへ、お母さんの幸子さんからのメッセージです。キューちゃん、お母さんです、もうキューちゃんがいなくなって15年近くなるんですけれど、元気でいますか？お姉ちゃんと心配しています。今皆さんがキューちゃんとか他の人いろいろ一生懸命調べていただいて助けるのしてもらってますから、それまで頑張って元気でいてください。お母さんも今54歳になりました。早く元気な間に会いたいと思いますので、元気で早く日本で会いたいと思います。ただいまお聞きいただいたのは平成3年1991年に失踪された森本清子さんへ、お母さんの幸子さんからのメッセージでした。この時間は拉致被害者および拉致の可能性のある失踪者のご家族が肉声で呼びかけられたメッセージをお伝えしました。もちろんわずかな時間ですのでお話しできることも人数も限られています。ですからお一人お一人の呼びかけは全ての拉致被害者への全ての日本国民からの
声です。日本政府からのメッセージです。日本政府は日本語と韓国語による短波放送ラジオ番組を毎日各3回合計3時間放送しています。日本語番組ふるさとの風の放送時間と周波数は夜10時30分から 9950kHz、 夜11時30分から 9960kHz、 夜1時から 9960kHz です。これらの放送ではご家族、ご友人などから拉致被害者に向けた呼びかけや励ましのメッセージ、政府、拉致被害者ご家族、関係団体などの拉致問題に対する取り組みや動向、日本国内の出来事、日本、北朝鮮をめぐる国際情勢などのニュース解説、日本の懐かしい音楽などをお送りしています。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。もしこの時間と周波数の放送が聞こえなくなった場合にはチューニングを調整したり、この前あるいは後の時間に放送を探してみてください。潮風の放送内容は日本語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げ、ご家族からのお手紙の代読と直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者の名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュース解説番組の放送です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合には、東京中央郵便局秘書箱1022号、秘書箱1022号、潮風宛てにお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意ください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。